どうも、お疲れ様でございます。今回はね、ネットビジネスでつまずく人の共通点についてお話しようと思います。特に、ネットビジネスに興味を持ってね、最初の1年とか半年とか3ヶ月で多くの方がこれに巻き込まれてやめていきますで。何に巻き込まれるかっていうとね、情報を取り過ぎすんですよ。例えばどっかの塾に入りますと。 塾に入ると他の塾もちょっと気になってきてね他のメールマガジンとか LINE アットとかにやっぱり登録するんですよねで自分の所属している塾以外の塾にも興味を持ったり大体塾を運営してる人って他の塾の運営者と仲良しちゃったりすることが多くってあっちの塾でも面白いことやってるよみたいな情報ねこう耳にすることがあるんですよそうすると何々さんの紹介だから大丈夫だろって感じでそっちの塾にも行っちゃうんですよそういった感じでいつの間にか気づいたらね 所属する塾が増えていくんですよ。で、そうなると、あっちからこう言われる、そっちからこう言われる、そっちからこう言われるみたいな感じで混乱するんですよね。でも実際はどの塾に入ってもやってることとか指導してること,と同じなんですよ。違う人が違う言葉で言ってるだけで、受け取り方がね、まだ下手なうちっていうのは、みんなが違うこと言ってるに思うんですよ。ただ、本当にシンプルに言って、今日稼げましたってことだけなんですよね。しかも稼げるんだって大体ね、最初はね、セルフバックなんですよ。 うん、でそうじゃなくても最初はどっちにしろねセルフバックしかできないんですそれから最近でしたら、あのー、住宅展示場の訪問ぐらいしかできないんですよでそれをまあせいぜいね YouTube で発信することぐらいでしょ今ねネットビジネスの基本っていうのは書くことなんですけどもブログを書くなんて人は人ほとんどいないんですよ書くいう私も書いてませんけどもでも文字による情報発信は私むちゃくちゃしてますからねでもどこでしてんのかわからないぐらい文字を読むことにもう疎くなってるでしょ だそこがまずボタンのかけ間違いなんですよ。本当にネットビジネスで参加してやることっていうのは人に伝えることなんですよね。あっちに行って勉強、こっちに行って体験、そっちに行って誰かと縁をつなぐことじゃないんですよ。自分がどんな情報発信を今日しましたかってことなんですよ。それに尽きるんですよ。だから文字、つまりブログを書くのか、ツイッターじゃダメですよ。短い文章上手な人ってあんまりいないですからね。ツイッターでやった気になっちゃダメなんですよ。ちゃんとやっぱり2000字とか3000字の文字を書けますかってことなんですよ。 で、それを続けるから情報発信が洗練されていくんですよね。で、YouTube だと喋ることなんですけども、一人よがりの喋りでだらだらと長くなるのはダメなんですよ。やっぱり3分とか5分でテーマを決めて話して、1つの動画に対して1つの問題解決を入れていくこと。これだけなんですよ、ね。で、これをいかに続けるかってことが下地になるんですよね。で、こういうふうにね、最初にもし、 スキルがないんだったら時間をかけないといけない時間をかけてスキルを積み上げていくんですよでそのためには冒頭にお話したようにあっちに行ったりこっちに行ったりそっちに行ったりとかして混乱して潰れるんじゃダメなんですよ一人に絞る一つに絞るんですよ自分の向かうゴールは一本なんですよねで結局ねどの塾入ってもどのコンテンツ見てもやってること言ってることは同じですそれは何かっていうと情報発信して集客しましょうこれだけなんですよね集客に成功しないから物が売れないんですよ だから商品作るよりも集客で多くの人は挫折します何だったら商品なんて誰でも作ることができるんですよそれが何で売れないかっていうと集客がうまくいってないからなんですよ商品を求めている人に対するセールスができないでしょだからねやみくもにやってもダメなんですよまあシンプルにまとめるとついていく人一人に決めてやることを一つに決めてそれをやっていけばそれでいいんですよ ね、まずはね、月収1万でいいじゃないですか。月収1万安定させるためにやることなんですよ。でも、ほとんどの人が、それをしないんですよね。うん。だから、ちょっとやって儲からないから、あっちの情報なら儲かるんじゃないかな。こっちの自動化だったらいいんじゃないかな。あっちの、その、ビジネスいいんじゃないかなってなっちゃうんですよ。そうやって、あれこれやって稼げないから、全部稼げないんだってなっちゃうんですよ。でも、私が一番最初にやったのは、セルフバックですからね。 セルフバックを3年間それだけやってそれで速座塾の礎を作ったわけですよ、ね、セルフバックの指導をやってきてねセルフバックの動画を撮ってきてそれだけですからセルフバック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 3年間で300万ですよ毎月10万毎月10万セルフバックで稼ぐという目標だけを追いかけてきてその間ブログも書きませんしねメルマガもやりませんでしたから、ね、もうツイッターもやってませんでしたからね とにかく YouTube の発信もほとんどせずにセルフバックを一人でコツコツやってただけです。それだけで月収10万いくわけですよ。今なんていうのはね、セルフバックだけじゃなくてポイントサイトもあったりアンケートサイトもあったりとかなんかね、最初はセルフバックしかなかったのに今ね、セルフバックの中のジャンルが特化してそれがそれぞれのポイントサイトに分裂してきたんでもっとやりやすいですよね。例えば住宅展示場。 1 1本っても私1月でで15万ですからね住宅展示場のそのポイント報酬がねこれなんてみんなやればいいのにと思いますけどもやらないでしょ私なんて徹底的にやったんで毎週土日になったら家族で2件とか3件とか回ってましたよそしたら受け答えも同じなんでずっと慣れていくんですよね、うん、で資料がむちゃくちゃたまりました資料まだ持ちきれないこれこんなありますこんなに ま,まだありますからねまだ <laughs> ねだからねハウスメーカーについては私な,らなかなか詳しくなりましたよ、ね、でこうやって1月住宅展示場いっぱい行くでしょやろうと思ったら2月から住宅展示場の訪問期っていうブログも多分書けるんですよでこんな担当者の人がいました20代ぐらいの人でした40代ぐらいの人でした家の方に現地調査来ましたとかねあちこちのイベントに招かれましたとかあの建材を作る工場の お見学会の方に行きましたとかねもうストーリー山小積みですよ託児所がある住宅天井もありましたとかモデルハウスモデルルームの裏話聞きましたとかねなんだったら私に住宅の案内をしてくれた人がなんか2月に入って退職してましたからね退職して「すいません久保さん即下宿ってのをやってたみたいですけど入っていいですか?」みたいになったわけですよその人入塾しましたようちに。 面白いでしょ <laughs>、ね、面談しながら「いや私ね自分で生計立てて YouTuber として即か塾ってのやってるんですよこれが一人で稼ぐってやつでそれで一戸建てを一括で建てたんです」っていうふうにその面談の間に言ったらすごい興味持ってくれてね「ええー」みたいな感じでで住宅展示場で勤務する方ってちょっとこれ裏話なんですけどもあの家を売るとかなんとかっていう仕事の中では最も成績のある人がいくらしいんですよ うんね、これ本当かうそか知りませんけどもそうすると住宅展示場ってあの向こうからお客さんが来てくれるんで同じ案内を繰り返すだけらしいんですよねでクロージングになったら先輩とかが出てくるみたいなね上司が出てくるみたいな感じなんであの一からあの家ってものを勉強しろみたいなところでそこに送られるらしいんですよねでベテランの人ってのはもっと別のセクションについてそれこそ積極的にあの 販売をね、かけていけるような、例えば2件目とか3件目を欲しがっているような、金に目をつけない人との縁を作るために、えーまあ、会社の方がね、そういった人と繋いでくれる、アテンドしてくれるみたいなコースになるらしいんですよ。うん、なるほどな、というところもありましたけどね。はいまあ、そんな感じでね、ネットビジネスで失敗する人の特徴からちょっと話がずれましたけども、まとめていきます。 ネネットビジネスででつまずく人って最初にね、情報を取りすすぎるんですよ。逆なんですよ。情報を遮断して1個に絞った方が稼ぎやすいです。それを常に私は言っておりますのであっちこっちに顔出してねやった気になっちゃダメなんですよ。それは単なるカモになってるだけ消費されてるだけです。だからそれでも注目されてないよりはいいんですけどもやることっていうのはどこに行って何をしようとね自分が情報発信をちゃんと今日しましたかってことなんですよ。その基本が3000文字とか5000文字でブログを書くこと。 それから、動画は短くいっぱい作ることなんですよ。3分とか5分の動画を1日に10本、20本作る方が、同じ時間かけるんでもね、あのー、やっぱり2時間、3時間の長尺の動画を1本撮るよりも優れてます。ということで、今回は以上です。いってらっしゃい。